やばい、どうしよう。暴れてる、俺の中で心の内側からトントンと扉を叩いている好奇心の化け物が出てきちゃう。あー、抗えない。あ、はるみちゃんもびっくりしてる。こらクソガキ、何すんだよ。いや違う、好奇心の化け物が。ごめんなさい。違うんだって。今度やったら島流しにするからね。あれ、はるみちゃん、はるみちゃん、ガムガン虫だわ。ちょっと気にしたな、こっちを。でもなんで何時間、ちょっと気にしただけだった。はるみちゃん悲しいな、ごめんな。どんぐり食べる。どんぐり食べる。あー、暴れちまったぜ。悪魔が、俺の中のデビルが出てきた。おーい、ちゃ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 、出ておいで。どんぐり置くとシュッて。すぐ出てくるから。私が地面にどんぐりを置くと、すぐにエゾリスが木から飛び出してきた。すぐに出てくるからね。おいしい？ちゃ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 。そうか、この木の中にリスの巣があるのか。どうしたの？毎日記憶を失ってる僕くんは。ちゃちゃ、遊びに来たよ。あれ？そんなこと言ったっけ？え、マジ？ちゃ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 、あ、ね、やったー。今日はどんぐり持ってないんだ。ちゃちゃ、その言葉を聞くとエゾリスはそそくさと去っていった。ちゃちゃと、ちゃちゃ肩に乗るようになった。やったー、どんぐり3回ぐらいあげたかな。やったぜ、嬉しい。ちゃちゃずっとか、ちゅっちゅっ、ここまで声聞こえる。ほらすげえ、声量がめちゃくちゃ上がってる。みどりちゃんのあんなところで練習したら、でも絶対歌上手くなるよな。よいしょ。うわぁ。化け物が、この化け物が、一日一回伊藤チャレンジ、一日一回伊藤チャレンジな。王様、ねえ、王様ってどうやって王様になったの？いつも通りかな。めぇだめぇ、僕も王様になりたいな。僕も王様になりたいな。いつか首を縦に振ると信じて。今日みどりちゃんいないね、みっちゃん。こんにちは。今日もみどりちゃんがいないね。こんにちはって可愛いな。今日も牛の世話だよ。やってろ、キャンセルしたろ。早キャン、早とキャンセル、早キャン。何にもなんか、いつもおはじきとか出してんのにさ、みどりちゃんいないからさ、草を撫でるだけ。これずっと昼間からずっとこれやってんだぞ、夕方になるまで。一緒に遊んでやれよ、お前ら。見てよこれ、草をただ撫でるだけ。悲しすぎるだろ。何か聞きたいこと？ないぜ、何にもないぜ今日は。じゃあ虫相撲するか。 Today's King。 僕持ってない。ハヤト、チェンジする。誰だい？じゃあこれで決まりさ。姫オークはキングか。これはなかなか強い。プリンセスコング。頑張れ。ジャンボかな。よし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 。こいつはめっちゃ技を出すので、スタミナで負けるときつい。ジャンボ技一回出せば勝てるぞ。あー、こいつマジ技出すんだよな。姫オークは型プリンセスコング。いやでもこの無尽蔵のスタミナ、武骨だわ。武骨だわジャンボ。もう一切技出さんもん。よーし、いったか。灯籠剣かませ。よし、あ、新技きた。技レベルがアップしたぜ。すげえ、無敗で10勝だ。なんか意外と勝ってんな。あんまり技出さないんだけど、パワーがあるからなんやかんやで勝ってるな。いいね。何にすっかな。もうあんまりないよ。結構名前つけてっかんな。謎の戦士。次は俺の番ね。いいね、謎の戦士。大カマキリ。いいじゃん。頑張れ。行け。謎の戦士。おかしいだろ。名前とかじゃないだろもう。ああ、いかんいかんいかん、押されてる。大丈夫か、カマキリ。謎の戦士。怖いだろ。相手が誰だかわからん。怖いだろ、赤足を。あ
よし、なんだかんだ勝つな、強えぞ。これ三山とか勝てんのかな。あ、すげえパワー。こんなにパワーあるんだこいつ。三山にもパワーで勝て、いってそれ強えんだ。いけ、ルリボシ対決出せ。お前の手の速さは一級品。やばい、危ねえ、かわした。これ本当に格闘技だ、こうなってくると。おら、よし、マシゲルで1ラウンド KO。 何こいつ、トラフ神切りだって。なんちゅう柄してんだよ。虎だ虎、マジで虎。これ大丈夫か。やばい、こいつ絶対手早いだろう。これヤンキーじゃねえかよ。もうヤンキー、ヤンキーに内臓をえぐられた、内臓を食われた。ちょっとやばいかも、これやばいかもな。いやー、くそー、空手キック。こいつは手が早いやつじゃなくて勝てんぞ。行ってこい、ルーヒョウ。キャリアの違いを教えてやるよ。6勝4敗だ、こっちは17勝3敗だい最高、最高、マジでかっこよすぎるだろ。ちょっとサンダー最近活躍してないぞ。サンダー、トランポリンほんと当たんないんだよな最近。スランプだ、スランプ。おい、サンダースランプに陥ってる。サンダーが、よし、見せろ。オッケー、よし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 。あ、めっちゃスタミナ上がった。いや、最近全然勝ってなかったもんね、サンダー。カナブン勝ったっしょ。勝ったっしょ。緑チェンジ。ごめん。あ、オッケー。誰も持ってないみたいだべさ。いや、順調。ちゃんと毎日全部倒してるな。今日キング倒したよね。キング倒したよね。プリンセスコングか。これさ、キングもらった方がいいんかな。なんかでももらっちゃうと多分キング自分で取れなくなるよね。キング多分この世に1匹しか存在できないんで、同じ45ミリを取ってもそいつがビッグになっちゃうんだよな。これもらって逃がせばいいのかなこいつからもらって逃がそうぜ、これもらってよ、野に放ってよ、そいつをまた俺がゲットすることで、まるで俺が最初から取ったかのような気持ちになろうぜ。交換しようぜ。すげえ、もらっとくか。じゃあそれとばっかり。おー、サンキュー、ありがとう。君を多く分かってもらった、嬉しいな。よし、さよならよし、あいつ捕まえるぞ。明日あいつ捕まえるぞ、もう一回。そしたら俺のもんだ。じゃ、俺のもんだ。そしたらしたっけ、バイビー。はーい、バイビー。よし、そんじゃもう自分でキングゲットした時の喜び半端ないからな。呼んでね。なんか昨日だか一昨日だかに倒したキングはもう交換できなくなってたから、多分出るんじゃないかな。自分で取りたいな。ちょっと久しぶりにさ、石投げしようぜ。石投げ結構この間5回だったよね。ちょっと増えたんじゃない。ほい、1、2、3。おっ、やば、めっちゃ跳ねた。8回、なんと9回の9回。どうやら僕はすげえ思いっきり楽しんでいるらしい。いや、相当楽しんでるもんな。やったー、よっしゃすげえ。この間からまた倍近くになってる。よーし、そしたらですね、ちょっと一回お家に戻りたいので溺れようかなと思います。溺れちゃうよー。あー、ダメだこりゃこの音楽いいね。この音楽非常に良い。よし、あれ、今日は蜂に刺されて溺れて大変だね。よいしょと。そしてみどりちゃんが歌を歌ってますね。いかめし。これね、発見したんですけど、こっちのドアから出るとなぜかおじさんが来ない。おじさんを欺くことができるんです。で、この辺は多分いけるから、ちょっとこの辺のね、いろいろと調べたりしたいものを。この水道はなんかできんの。あ、できねえのか。あれ、ひねった。ここの水道は何かに使えそうだ。何、一体何に、なんか企んでんな、またな。この辺でもう全然最近虫取りしてないし、
虫でも取ろうかな。開けたままにしない。ていうかそういえばさ、なんかもうすぐ売りに出されちゃう牛がいるんだよねみたいな初日に言ってたじゃん。売りに出される、なんかお別れしなきゃいけないみたいな、その話その後特にないっすね。この子たちのどっちかなのかな。みどりちゃんが歌ってる。これ上上がったらやばいか。上がったら飯だよ。あ、おばちゃん、おばちゃんおばちゃんがご飯作ってる。なんかねえかな。あ、アルジェリア民主人民共和国。今どこにあったのどこにあったの今。もうお家に入ろうと思ったんだけど。おい、あれ、え、まだ夕方だよね。おばあちゃんがなぜか呼んでくれない。あ、呼ばれた。ご飯高かったよ。はーい。よーし。で、今日のご飯は？じゃ、いただきます。残儀だ。いただきます。残儀だな。予想通りだ。ごちそうさまでした。はい。ごちそうさまでした。みどりごめん。腹減ったな。また今年も浴衣縫うの忘れてたわ。浴衣？あ、悲しそう。最低。言うね。親にそんな口聞くもんじゃないぞ。怒られた。ママに謝んなさい。本当に怒られてる。あ、やばい、喧嘩だ喧嘩。喧嘩だ。なんだ浴衣縫うのって。一から縫うの？違うよね。破けちゃったのかな。浴衣縫うって。あららら、らなんだ、お祭りにでも行きたかったのかね。花火大会ないんですかね。花火大会ないのかい。おい、みんな今日も焚き火してるの。なんかジャケ写みてえな、なんかユニットみてえな、なんか感じだなこの人たちな。ガラスって透明なものと色のついたものがあるけど、うん、あれはどうしてるの？色をつけてるんです。もしくは色のついたガラスを溶かしてる。へー、緑色の瓶を溶かして作ると緑色になるの、うん、そういうこと。へー。あ、緑さんじゃない、めぐみさん、あれね、初日に来てたサイモンみたいな、ヒッピーみたいな。材料には困らないね。うん、そうなんだわ。確かに、なんかガラスって砂とかさ、石とかなんか溶かしてさ、まあ最初は作るんだろうけどさ、もうガラス製品がこの世にありすぎて、いくらなんかそこら辺で買ってきて溶かしては自分の好きな形にできるのか。なるほどな。面白いね。今日どうしよっか。夜のウーテー見よう。あ、夜のウーテー綺麗だね。あ、なんかほら、ふもとが、なんか電気がついてるね。明かりが見えるね、ふもと。あの辺にも街があるんだな、多分な。結構栄えて見えるね。ここら辺だって、だって家二つしかねえのにさ。なあ。それに比べたら、あそこだいぶ栄えてるな。ウーテーのふもと。よいしょ。あ、みんなは、家んとこにいてくれるから、すげえ時間あるわ。めぐみさんの家行かなくて済むし。お風呂入ろう。よいしょ。今日もいい湯だ。今日もいい湯だね。風呂入ろうかな。ちょ、一回風呂入ってきていい？飯食ったり風呂入ったりよ。よいしょ。ひなたんはめんこいな。今日の晩御飯のテーマは、なんちゃって親子セット。出た。ザンギと卵豆腐の親子コンビ。得意のやつじゃん。アスパラサラダと鮭のトマトコーン煮を添えました。いいな。ザンギっていうのは北海道の唐揚げのことなんだわ。なんかザンギね、揚げ前に特製のタレにたっぷりつけてあるんだ。僕くん大正解でした。なんかうちの実家の唐揚げもなんかいつも一晩タレにつけて冷蔵庫入れといて、それから揚げるみたいな感じだったから。さあ行くぞ。うちの唐揚げはザンギだねって言ってたお母さんに。みんな泣いちゃダメだぜ。今日は結構見るんだと思っ、僕見るんだなと思ったけど、最初の一言で興味失せたな。さて難しいピンを残してますが、
あ、ゴルフか。はい、ここで難なくスペア。ボーリング。桃山山子プロ、これでプロ通算1289勝目です。結婚5年目の倦怠期をなんとか乗り切りました。勝ちすぎじゃない？ボーリングってそんな勝つの？でっかいことはいいことだ。でっかーい嘘みたいな数だけど。さあ、行くぞ！あ！どっこい青春！どっこい青春じゃん。あの超人気ドラマ。泣いちゃダメだぜ。プチって金の受けるわ。みどりちゃん、もう秋の虫が鳴いてるね。あれ、夏の虫だよ。お祭りの話してくんないね。なんか夏祭りねえのかな。行きたい夏祭り。今日はこの子だけだ。ニーニーゼミ。名前のニーニーは鳴き声なのかな。僕にはチーって聞こえるな。木の色にそっくりなのでよく見ないと見えないよ。だっていやでも柄がすごいよ。こいつも柄がかっけえ。でノコギリカミキリ。ノコギリみたいな触覚だけど、これはオスだけの特徴なんだ。メスの触覚はもっとシンプルなんだよね。すげえな。すげえよな触覚これ。人が触っても痛いでしょこれ。これね、昨日だかな一昨日だかね、虫交換でもらったんで、今日自分で取ったのが2匹目になったんだけど、まあ一応この子はこいつにここに置いとくわ。うっす。まあそんなところかな今日は。よいしょ。はい。あ、リスのチャチャと仲良くなった。あっちはリスでこっちは人間だけど心のどこかが通じてる。すごい、動物と仲良くなるの得意だな。いやまあゴローに関しては勝手になんか勝手になんかいい解釈してるだけだけどね。え、それ友達になってくれるってこととか意味不明だしな、マジで。意味わかんねえじゃん。よいしょ。ゴローどうなるんだろうな、これからな。特にゴローにあれ以降触れていないけれど。よいしょ。まあ、ちょこちょこ見に行ってみよう。よし！ということで、みんなまた明日遊ぼうぜ！したっけねー。おやすみー。8月13日火曜、天気曇り。今日もいつも通りの一日。でもその中にも少しずつ変化があって、まずはみどりちゃんの歌。最初は声がかすれてたのに、今日は山彦が帰ってくるくらい遠くまで響いてた。それからちゃちゃ。昨日まではどんぐりだけ持ってすぐ帰っちゃってたのに、今日はついに肩に乗ってくれるまで仲良くなれた。こういういつも通りの中のちょっとした変化って日常の中にもあって、今年も家の前にクワガタがいましたとか、コンビニにツバメの巣ができてましたとか、普段なら気にも留めなさそうなことを報告してくれる視聴者の方がたくさんいるんだよね。俺も負けじと何か見つけようと思ったけど、いつも通り動画を撮って、いつも通り編集して、いつも通り日記を書いて、そうだね、まずは外出ることから始めようね。